燃えていた。カメレオンのレジー、彼の集落が、レジーの知るほぼ全ての世界、彼の根幹を成していた世界、それが燃えていた。集落を焦がす炎は肌を炙り、天にまで届きそうな黒煙が喉を焼く。彼の親類が、兄弟が、友人が、炎と煙に追われて建物の外に出ては、一人また一人と殺されていく。災害でも事故でもない、彼の集落は悪意にさらされていた。ハンターに襲われていた。集落の外の世界を知ったばかりの彼が、初めて味わう悪意と敵意の嵐だった。あなたたちは。突然の侵入者にレジーは当惑していた。彼女たちがハンターを倒したという事実があってさえ、即座に味方だと受け入れることはできなかった。自分の護衛を頼まれた。それだけを伝える彼女たち。誰が、なぜ、何のために。湧き出す疑問は尽きなかった。集落を焼く炎は未だ衰えず、家屋が崩れ、仲間の悲鳴が響き渡る。ハンターの襲撃はまだ終わっていない。己のすべきことを認識したレジー。僕はレジー、僕を助けてくれますか。侵入者たちへ一歩踏み出した。